松尾です。今日はですね、10秒で前屈ができるようになる魔法のストレッチを紹介します。やり方なんですけど、まず前屈の硬さを見ましょうか。僕はこんな感じですね。今のように拳2個分ぐらい床から離れたと思います。それを今からするストレッチをするとつくようになります。やり方としては、まずしゃがみ込んでもらって、その状態でかかとを持ちます。アキレス腱のところ、アキレス腱のところを持って、その状態でお尻をぐっと上に上げていきましょう。ぐーっと。でこれで10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、10秒しましたか。これでもう一回前屈しますよ。いきますよ。よいしょ。どうですか、床までついたでしょ。今のはジャックナイフストレッチって言って、ハムストリングスを柔らかくする動きですね。このストレッチをすると、太ももの裏にあるハムストリングスが伸ばされて、この前屈の時に制限になっていたこの足の後ろの引っ張り感が解消されて、前に前屈ができるようになると。10秒で拳2個分変わりますので、ちょっと面白いかなと思って紹介してみました。ぜひやってみてください。こうやってしゃがんで、この手でここですね、この辺りを持ってもらって、でこうヒップを上に上げる。これを10秒やってもらえればすぐに前屈ができるようになりますんで、ぜひやってみてください。この動画がいいなと思った方は、高評価、チャンネル登録、コメントで応援よろしくお願いします。以上です。